資本主義とは商品の塊ですって、こういったお話です。で、これどういうことかっていうと、マルクスの資本論の話ですね。で、これちょっと実際の書籍から引用しようと思うんですけど、それが、こちらの通りで、資本主義的生産様式が支配している会社の富は、巨大な商品集合体として、個々の商品はその富の、要素形態として現れる。まあ、これが、マルクスの資本論の話です。で、この資本論ちょっとわかりづらすぎて意味不明って感じなんですけど、まあ、要するに簡単に解釈をすると、世の中ってまあ商品の集合体ですよって話なんですね。で、これがすごい重要で、まあ、ただここの話を聞いても大半の人っていうのは、あ、そうなんだみたいな、商品の集合なんだみたいな。まあ、よくわかんないけど、まあ、なんかちょっと勉強になるのかなみたいな。これぐらいで終わっちゃうじゃないですか。まあ、ただよく考えてほしくて、資本主義商品の集合体ですよね。じゃあ、この動画見てる方に質問なんですけど、あなたはどういった商品を持っていますかっていう、ここがすごい重要です。で、僕自身商品いろいろ持っています。例えば、マナブログって運営しているブログですね。まあ、これ自体も僕の商品ですし、あとは YouTube のこのチャンネルですね。これも言ってしまえば僕の、まあ、デジタル商品というか、デジタル、まあ、プラットフォームだから、まあ、そういったものだったりとか、あとは、ブログの教材とか、まあ、これも分かりやすい商品じゃないですか。であとは、有料ノートっていう、まあ、ちっちゃい電子書籍みたいなものですね。こういうのもいくつか持っていたりとか、まあ、結構いろんな商品持ってるんですね。で、これ要するにどういうことかっていうと、稼いでる人、稼いでない人って、これ真っ二つに分かれていて、稼いでる人っていうのは自分の商品を持っていますね。稼いでない人は商品持ってないんですね。で、稼いでる人分かりやすい例で言うと、経営者ですよね。で、経営者が持っている商品何かっていうと、それが自分の会社だったりします。自分の会社が、まあ、いろんなノウハウとかいろんな従業員を抱えていたりして、で、それがまあ一つの商品とかになってるわけですね。で、一方で稼いでない人っていうのは、商品を持っていないです。まあ、強いて言うんだったら持っている商品っていうのは自分の労働力だけですね。だから、朝起きて会社行って働くみたいな。そしたら給料が入ってきて、で、翌日もまた働く。で、その翌日もまた働く。まあ、これで自分の労働力っていうのを使っていったお金を生んでるわけですよね。まあ、ただ、商品が労働力だけなので働くのをやめてしまったら、そしたらもうそこで収入がなくなっちゃいますよね。まあ、なんで結論、この動画見てる方にお伝えしたいんですけど、現代の資本主義社会ですね。これを生きていくんだったら、まあ、ズバリ、自分の商品をちゃんと用意しましょう。これすごい重要です。最初作るの難しいというふうに考えると思うんですけど、まあ、ただ現代って個人が商品を持つハードルめちゃくちゃ下がってるんですね。例えば有料ノートとかって、まあ、そういったプラットフォームですね。それを使うことができたら、自分のちっちゃい電子書籍とか簡単に作れるわけですね。まあ、だから最初は本当に安いものでいいと思います。例えば100円とかでいいと思うんですけど、100円で自分の商品を作ってみる。で、僕自身も自分の商品も何個もいろいろ作ってきました。で、実際作ったからこそ分かるんですけど、商品作りすごい難しいんですよ。で、特に値付けとかめちゃくちゃ難しいですね。で、値付けをミスると、その後すごい大変なんですよ。僕自身も値付け何回かミスってすごい大変だったんですけど、まあ、ただこういった知識とかこういった経験って自分でやってみないと分かんないですね。やってみないと分かんないし、あとマルクスの資本論って結構正しいこと書いてあって、でそこが資本主義は商品の塊っていうふうに話をしてるわけじゃないですか。まあ、そしたら、まあ、ある程度思考停止してそこを信じた方がよくて、で、それを信じながら自分の商品を作ってみる。で、それを作ることによって、徐々にそのリッチになれるというか、まあ、ちょっと人生が楽になっていくというか、まあ、収入が増えていくというか、まあ、そういった状況を実現できると思います。